はい、それでは今回は流体 CG 入門4として、粒子法についてお話したいと思います。前々回粒子法と光子法の、概要についてお話して、その次の回で光子法についてお話しました。それでは今回はその粒子法に関してお話していきたいと思います。で、最初の背景ですね。流体 CG の特徴として物理ベース法であるということをお話ししました。要はちゃんと計算、内部で計算されてますよと。物理法則に従って計算されてますよという話をしました。で、ソフトは多様なので、どれを選ぶか分からないということに陥りがちなんですけど、計算手法で考えれば意外とすっきり考えられますよと。そしたらどれを選べばいいか分かってきますよという話をしました。で、計算手法として主に光子法と粒子法という大きな2つの手法に分けられるという話をしました。光子法については前回の動画でお話しましたが、粒子法に関しては、主に CG 分野で用いられていますよと。こんな感じで、流体を粒々で表して、その粒々の動きによって、このように流体っぽく見せるということを、していますよと。で、特徴として大変形に強いというような特徴があり、こういったようなしぶきを再現できるというのが、粒子法の大きな強みかなというふうにお話ししました。で、英明計算手法として粒子法で主な有名なのが SPH と MPS 法が存在しますよと。で、SPH 法の事例としてこんな感じの、しぶきが立っているような大きな水の流れっていうのは再現できますよという話をしました。ここまでが概要であり、今回はこの粒子法について、それぞれの手法について詳しく、話していきたいと思います。粒子法について、大きく2つ分けると SPH 法と呼ばれる手法と MPS 法と呼ばれる手法があります。 SPH っていうのはスムースドパーティクルハイドロダイナミクスというような、略称の手法でして、これだけだとあんまり理解できないかなと思うんですけど、要は粒子で表しましたよというのを一番の、大きな、一番よく使われる手法はこの SPH 法になります。実際に今まで見せてきたこれ、このデュアルエスフィジックスっていう、無料のソフトなんですけどの、映像っていうのも、SPH 法っていうのを用いています。デュアル SPH の SPH が、SPH 法の SPH ですね。で、一方でもう一つの手法が MPS 法という手法で、ムービングパーティクルセミインプリシット法という手法になります。動く粒子で、セミインプリシットが、半委員会法と呼ばれる手法なんですけど、ちょっと具体的な計算手法になるので、これは飛ばしたいかなと思います。また次回にでも、機会があればお話したいかなと思います。で、大きな違いが、ざっくりと、圧縮性流体であるというのが SPH 法。要は流体をギューッと押すときにちょっとだけへこんだりする、そういったのが、SPH 法の特徴で、一方で MPS 法というのは非圧縮性流体と呼ばれる、基本的に液体っていうのが非圧縮なんですね。で、そのマッハ数とかを超えなければ、圧縮しないと言われていて、例えば油ってめちゃくちゃ押し付けても基本的に、大きさって変わらないんですよ。だから油圧機械とかが使えるわけですね。なので、水とか油って基本的に押しても圧縮されないんですけど、ただマッハ数を超えてくると速度がどんどん上がってくると、大きくな、まあその、大きくなるのかな、多分大きくなるんですけど、圧縮だけど、ちょっと、その密度がギュッと濃くなったりとかするっていうのが分かっていますよと。速度が上がってくると圧縮性流体になるっていうような特徴があるんですけど、基本的には非圧縮。我々が見ている水とか油っていう、密度がある程度大きい液体に関しては非圧縮ですよというところで、MPS 法では非圧縮性流体っていうのが扱われていると。で、これ非圧縮性流体と圧縮性流体、じゃあどうやってやってるのっていうと、ちょっと細かい話になるんですけど、MPS 法では粒子密度っていうものを、計算することによって、粒子密度が一定、要は密度が一定なので圧縮されてないですよと、そういった感じで非圧縮性流体っていうのを再現しています。で、もう一つの大きな特徴として SPH 法というのは海外で発明されました。で、そして大きく普及しているというのが SPH 法です。基本的に工学的な分野でもそうですし、CG 的な分野でも SPH 法というのはもう、要は昔から粒子法として使われてきたので、かなり広まっている手法になります。で、一方で MPS 法というのは日本で発明された手法になります。越塚先生と呼ばれる、粒子法を発明した先生がいるんですけど、そういった人が、発明したので日本で発明されて、広告普及もしてるんですけど、基本的に CG って、国内であんまり普及しないっていうところがあるので、普及としては広告分野が主に、普及されてますよと。
なので、まあ、MPS 法の事例として、こちら、パーティクルワークスという、まあ、粒子法のソフトなんですけど、まあ、ギアの流れ、ギア内の油の流れを再現しているというところで、やっぱり光学系の、例が多い印象がありますと。なので、まあ、ちょっと用途も違ってくるんですけど、まあ、基本的には SPH 法が一番、幹になっている、まあ、木の幹になっていて、その枝分かれして MPS 法という新しい、まあ、手法が生まれてきましたよというようなイメージを持っていただければ、まあ、間違いないかなと思います。で、一方で、まあ、この後は特徴も説明するんですけど、海外で使われているのが SPH。で、国内で使われている、主に光学的な手法で使われているのが MPS というようなざっくりとしたイメージを持っていただけると、まあ、新しい、説明の、まあ、それぞれの手法のイメージとして、まあ、間違いないかなと思います。で、いい点、悪い点ですね。粒子法、それぞれの手法のいい点、悪い点について、書きましたと。で、1つ目が、SPH 法の方ですけど、まあ、光学でも CG でも使用されていますよと、さっき言ったようにですね。で、安定して溶けるっていうのは結構大きな手法になります。っていうのも、まあ、圧縮性なので、まあ、ある程度圧縮しても OK だっていうところで、まあ、結構まあ、その圧縮まで、圧縮を厳密に捉えるというよりは、ある程度圧縮しても変な動きをしないっていうような、まあ、手法なので、まあ、安定して解けると。だ、一方で厳密性は少ないですよねと。まあ、さっき言ったように、その MPS の方は非圧縮性とかも考慮しているので、まあ、厳密性で言うと SPH というのは厳密性が少ないと。あと、まあ、疑似粘性と呼ばれる、まあ、粘性に似せたような、まあ、項を入れるんですけど、まあ、結局疑似である部分っていうところとか、まあ、あんまりやっぱり実現象と一致していないかなという部分が多いかなと思います。基本的にも粒子法全てに言えるんですけど、まあ、疑似的に再現している部分がどうしても多いっていう部分があって、もう光子法に比べると精度が悪いっていうのは、まあ、そういった部分から生まれる、その精度の悪さっていうのは粒子法特有の計算手法から生まれるものであるっていうようなことが、まあ、言えるかなと思います。で、もう一つが MPS 法、さっき言った国内で開発されていた手法ですね。で、まあ、主に光学的に利用されていますよと。まあ、国内で CG 分野というのがあまり発達しないのもあって、まあ、光学で使用されていますよと。あと、非圧縮性を再現できるというところですね。まあ、まあ、さっき言ったように、粒子密度から計算するので、まあ、ある程度厳密な、まあ、非圧縮性を再現できるので、まあ、ある程度結果が厳密であると言ってもいいんじゃないかなと思います。なので、まあ、光学的には、まあ、光学とかだと、どのぐらいギアのところに油が入ったとか、どのぐらいギアに油がかかっているかとか、まあ、そういった、量的な部分っていうのを、定量的に評価したいので、まあ、厳密性がより求められる場では、MPS4 一つのいい手段なのかなと思います。で、一方で圧力振動が起こるっていうのがよくあって、まあ、これちょっとなんか、まあ、いいなんか確実に何かっていうところではないんですけど、まあ、よくある、あるあるとして、MPS4 で圧力振動が起きますよと。これ何かっていうと、要は、非圧縮性を考慮するために、まあ、粒子密度をかけてるっていう話をしましたけど、まあ、粒子密度を一定に保つと、まあ、粒子が集まってきた時に力が発生するわけですね。それなので、まあ、ある程度粗い粒子とかだと、まあ、ギュッと粒子が集まったら急激に力がかかって、まあ、圧力が急激にかかるとか、その後粒子が離れたら圧力が急激に下がるとか、そういった振動が発生しますよというような特徴があります。なので、こちらだと、まあ、粒子がギュッと集まった時に、やっぱりちょっと変な挙動をしますよねと。ただ一方で SPH の方は粒子がギュッと集まっても問題ないんだけど、結局その集まるってことは集まってないっていうか、その何ですかね、空いた部分、その粒子があまり集まってない部分と粒子が集まってる部分っていうのが存在してしまうので、粒子の素密っていうのが生まれるんですね。密な部分と素な部分っていうのが生まれるので、それでまたさらに厳密性が落ちていくっていうのも、まあ、一つの粒子、SPH 法の問題かなと思います。なので、まあ、実際に、現実には即してはないんだけど、ある程度溶けちゃうっていうのが、まあ、SPH 法の特徴と思ってもらって、 MPS っていうのは現実に即しているんだけど、やっぱりちょっと厳密に即そうと思えば思うほど、こういう不安定な挙動っていうのをしてしまうんだなというようなイメージを持ってもらえると、まあ、それぞれの特徴としてつかめているかなというふうに思います。はい、ということで、今回、ざっくりと、粒子法についてお話ししました。で、粒子法の特徴としては主に CG 分野で使われていますよと。まあ、CG 分野で使われているのは粒子法ですよって感じですね。で、まあ、光学分野にも使われているんだけど、 CG 分野でよく使われる手法です。で、あと大変形に強いというところで、まあ、こういった水のしぶきとかが再現できるのがいい面白い特徴かなと思います。で、まあ、粒子法として、まあ、いくつか手法があって、 SPH 法の特徴、まあ、こちらが、まあ、一番昔から開発されてきた手法で、これ圧縮性流体だから、若干圧縮しても大丈夫っていう流体になります。で、海外で発明されて普及してきましたよと。
イメージ的にはこういった水のしぶきとかがやっぱりまあ粒子砲だと綺麗に再現できますよねというところをイメージとして持ってもらえればいいかなと思います。で、MPS に関しては国内で発明されてきたもので、非圧縮性流体というところを厳密に解いてますよと。これどうやってやってるかっていうと、粒子の密度、要は密度が一定であれば非圧縮だよねというところで、非圧縮性流体を解析していますと。で、主に工学分野で用いられるので、こういった、ギア油の、流れとかそういったものが多いですよと。で、最後にいい点悪い点で、 SPH4 は、要はざっくりと言うと厳密性が乏しい、でも安定して解けるっていう、ざっくりと答えが出てくるもんですよと。だから CG で結構好まれてるんですよねというような、背景があります。で、 MPS4 っていうのは、圧力振動とか発生する不安定性はあるものの、やっぱりちゃんと厳密に非圧縮性っていうのを解こうとしているので、工学的なその、厳密な答えが欲しいっていう分野でよく使われていますと。そういった、特徴がありますと。そういったイメージを、そういった、その厳密もしくは、ざっくりと答えが欲しいっていうような、その2つの特徴がありますよということを頭に入れておいてもらえると、粒子砲について全体像を理解していると言えるかなと思います。はい、ということで今回は粒子砲について解説しました。それでは今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。